はい、どうもこんばんは。もう早速ですよ、どうもありがとうございます。僕の YouTube の、まあ、コメント欄に、まあ、内容の方、書いてくれた方、いらっしゃると思うんですけど、皆さんご存知です？まあ、ご存知じゃない方いらっしゃると思うんですけど、こちらをご覧ください。はい、僕の大好きな、まあ、ヨシキちゃまが、まあ、会場はどこかわかんないんですけど、まあ、都内某所で、つい数時間前ですね、つい数時間前に、記者会見を、行いました。で、なんだと思います内容、記者会見の内容。あ、正解です。X ジャパンの、再結成復活ではないんですよね。信者どう思ってんだろうね。X ジャパン動かしてくれんのみたいな。え、龍源さん戻ってきてくれたのみたいな。あ、アルバムじゃないみたいな。はい、すべて外れでございます。10月に3度目の、頸椎の手術を、行うと、まあ、発表があったらしいですよ。で、まあ、ヨシキちゃまから、症状は、まあ、良くないと、症状は悪いみたいな、報告も、あったとのことです。まあ、裏切られたな。まあ、当然ですよね。でさ、俺、この記者会見を、まあ、ツイッターで見たんだけどさ、10月の8日に、まあ、手術を行うんでしょ？来年、ラストロックスターズの世界ツアーでしたっけ？まあ、延期してた、まあ、中止してたじゃないですか。で、来年行うんでしょ？え、もしかすると、延期、中止するんじゃない？手術でさ、ドラム叩けるのかどうか知らんけど。え、ラストロックスターズで世界を取るみたいな、世界を取れるバンド？どこ行っちゃったの？あのさ、保育園児の将来の夢じゃないんだから。ね。君将来何になりたいって。俺は、バンドで世界を取りたいですって。あんた何歳？還暦間近の老人だよ。老害だよ。何言ってんのって。老後のこと考えろって話ですよね。もう人生の最後を考える年だから。ね。寝言は寝て言えっていう話なんですよね。で、あ、ディナーショーですか？まあ、ディナーショーは、まあ、行うらしいですよ。まあ、減らすわけでもなく、はい、そのまま、まあ、行うとのことです。ディナーショーでもさ、まあ、記者会見が、まあ、つい先ほどあったわけじゃないですか。で、まあ、老婆がさ、よっちゃん大丈夫みたいな。で、ディナーショーで、ドラムソロあるんですよ。そう、ドラムソロでさ、よっちゃんみたいな、首痛めるから、あ、やめて、やめて。なんかさ、想像でさ、なんか、ね、思い浮かびますよね。で、ディナーショーの最後ってさ、フィナーレに、なんかさ、花とか、手紙とかさ、なんかわけわかんない写真とかさ、まあ、要はゴミなんですけど、まあ、ヨシキちゃまに渡すやついるんですよ。老婆が、バタリアンが。よっちゃんこれ受け取ってね、みたいな。まあ、ゴミなんですけどね。で、今回さ、湿布渡すやつとかいそうじゃない？あ、よっちゃん、この湿布、冷やしてきたから、痛み取れるよ、みたいな。ちゃんと貼ってね、みたいな。ババアさ、お前らに言いたいのは、どこの誰かわからない、老婆のバタリアン。で、お前たちのさ、得体の知れない湿布なんか、まあ、周りの目もあるからさ、受け取るよ。まあ、形的には受け取るけど、グランドハイアットのゴミ捨て場にぽいだよ。何これ、いらねえんだよ、こんなもん。ですよね。え、クソじじい、そうでしょ、捨てるでしょ、こんなだってさ、そんな怖いもん貼れるかって話ですよね。はい、っていう感じで、で、次に紹介するのは、記者会見の前ですよ。記者会見の前で、まあ、ツイッターやられてない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、面白いんですよね。はい、何人か紹介したいんですけど、まず、スローライフ0703、0707さんですね。はい、はじめまして、どうもこんばんはってことで、こうなったらと、まさかの、ボーカルチェンジとかなのと思った。まさかでもない、嬉しくなる、話題が欲しい。新しいベーシストは J の発表。ただ、新しいボーカルは、日本人であってほしいです。もうずっと XJAPAN のを、待ってます。ですので、新ボーカルで良いので動かしてください。あのさ、お前らバカなんじゃない？記者会見で、あ、新ボーカルの発表だと。で、あ、ベーシストの発表？ベース、
ベーシストは何？バンダナ？まあ、バンダナは狙ってるんじゃない？バンダナは狙ってると思うけど、知名度がないじゃん、バンダナって。まあ、バンダナ入れることないと思うよ。で、ルナシーの税、ルナシーの税もないでしょ。ボーカルチェンジ、ボーカル変えてでも、X の曲聴きたいみたいな。もう末期だよね、こういうやつ。病気だよね、本当に。はい、っていう感じになります。で、次に、まあ、久しぶりなんですけど、ツヨックスさんですね。はい、ツヨックスさん。神奈川県にお住まいの、まあ、実家暮らし、童貞の、ツヨさんなんですけど、もう、荒れちゃってるんですよ。ね、今まで紹介してなかったんですけど、だってお前さ、人の名前書くから。あ、僕じゃないですよ。俺の名前はいいんだけど、それ以外の人の名前をさ、ポストするじゃん。だから俺紹介してなかったんですよね。で、これ下からなんですけど、もうめんどくさいんで、もう上から、読んでいこうと思います。僕は、ヒースのこともあるのに XJAPAN やれよと、叩く人間の、気が知れない。まず、ヒースのことで、集う会が、なければ、ババア XJAPAN が、再開しなかったら、ヘテンシ認定するだ、舐めてんのかババア。先日の XJAPAN ワールドツアーは、世界で XJAPAN の楽曲が、配信されることを指していると、自分は最初から、そう思っている。おそらく、新曲も、ワールドワイドに、配信すると思う。実際に、活動して動いたら、上出来だけど、現実的では、ないよね。もう一回言うけど、俺は最初から、そう言ってる。YOSHIKI さんは、何か、発表したり、動きを見せると、活発化する、ババアどもを、どうにかしてほしい、発表しなければ、ならないことは、ババアども、全員訴えますであることを、希望ぬまだあるんですけど、まあ、とりあえず強さに言いたいのはあのね、XJAPAN の、まあ、要はサブスクでさ、曲上がってたじゃん。まあ、全曲かどうか知らないけどさ、これでワールドツアーって言うんだったらさ、別にさ、YouTube で検索かければ、XJAPAN の曲なんてさ、腐るほど、ね、演奏動画もそうだし、ね、本人の映像も載ってるわけじゃん。じゃあ、あのポスト何よって話じゃん。ワールドツアー、クエスチョンマークみたいな。ふざけんなよ、クソじじいって思ってる方多いと思いますよ。で、まだありますね。長いんですよ。もう、誰にポストしてるか。もう自分で、まあ納得してんじゃないですか。自分でポストして、いや、俺いいこと、いや、言ってやったぜ、みたいな。やってやったか、みたいな。だってさ、あ、まあ、いいねついてますね。2とか。まあ誰かして、まあ1は自分でつけてると思いますよ。まあでも2ついてるやつあるんで、まあ誰なんですかね。友達できた大好きだから、んという違和感は、すぐわかるし、そんなのは、期待してねえ、つうんだ。ババアとは、ラベルが違うんだよ、ラベルが。ラベルって何これ、ボケてる、ボケた感じ。ギャンギャン騒いでいる、やつって本当に、好きなんですか。それから、出してない新曲は、ずっと待ち続けているけど、あんまり微妙な XJAPAN であれば、やらなくてもいいと思うね、大好きなんでね、2018年、レベルなら、やらないで、いいです。はい、以上になります。まあ記者会見を終えたんで、まだあると思うんですけど、もうめんどくさいんで、まあこれだけ、紹介してみました。で、まあそんな強さなんですけど、まあ心優しい方なんですかね。まあ話し相手が、できたみたいなんで、紹介しようと思います。専業主婦の方ですかね。専業主婦ってさ、旦那を ATM に使ってる人。そうですよね。ジョージさん、レディースルーム時代からの、ローディーってこと、ご存知ないんじゃないですかね。で、つよさん、ジョージさんに、ぶっ飛ばされたら、良いのと、思います。笑い。で、専業主婦さんが笑い。つよさん、ジョージさんめちゃくちゃ、人情味あって優しいと思いますけどね。泉谷ジョージ、もうクソつまんねえし。ジョージさんのことも、バンダナ呼ばわりしてるよ。このオーバハン、あのブザイクの影響だろって。あのさ、バンダナをいい人っていう人俺全然わかんないの。優しいとかって。クソジジイの金魚の糞じゃん。クソジジイがいないと、ね、お客さんね、おこぼれをもらわないと入らないわけじゃん。客なんて。レディースルームなんて。
で、バンダナバンダナって言うやつに聞きたいんだけどさ、じゃあ、レディースルームのお前ライブに行ってんの？行ったことあんの？お前。あの、過去じゃなくて、ここ数年で。ないでしょ、ほとんどのやつ。じゃあ、レディースルームの代表曲5曲ぐらい書けよ。え、なんか言える？レディースルームの曲。え、誰が知ってんの？レディースルームって。まあね、俺ここには出さないんだけど、ね、レディースルームが、あまり言いたくねえな。まあ、とあるライブハウスかライブバー。まあ、バンダナってさ、ライブやってるわけじゃないですか。で、とあるライブハウスかライブバーの、まあ、オーナーの方ですね。そう、オーナーの方から、まあ、お聞きしたんですけど、まあ、レディースルームが、まあ、出演するわけじゃないですか。で、動員数ね、大体の動員数聞いてるからね。そう、あんたらの、まあ、X ジャパンとかさ、バンダナの情報って、所詮はフォロワーか、ネットでしょ？ネットの情報でしょ？だって俺、その、会場というかさ、そのオーナーから連絡ね、来る人もいるんだよ。まあ、信じる信じない、どうでもいいけど。はい、ということで、つよっくすさんと、クソバンダナの紹介は以上になります。で、最後なんですけど、僕のことを応援してくれてる、障害者の方ですね。はい。障害者の方なんですけど、応援してくれてるんですよ。はい、こちらをご覧ください。こいつさ、もう3回か4回ぐらい書いてるんですよ。で、僕めんどくさかったんで、もう紹介してないんですよ。まあ一度は紹介したと思うんですけど、はい、読みます。再生回数、数百じゃ、稼ぎにならんだろう。壁の感じからして、大したアパートじゃ、なさそうだし、関係ないんだろうけどっていうことなんですけど、再生数が数百じゃ稼ぎにならないって、稼ぎになってないよ。稼ぎになってないから、金、振り込んでくれんじゃないの？金振り込めない？じゃあいいわ。じゃあお前見なくていいわ。ね、壁の感じからして、大したアパートじゃ、どうしてもさ、設定として、俺は安いアパートに住んでて、で、借金もあって、無職でみたいな。それセットになってんでしょ。俺以前から思うんだけど、自分のことでしょ。まあ別にね、いいんだけどね、あなたがなんて思うが。で、金は振り込める？振り込めない？じゃあ、俺の動画見なくていいよ。俺ね、クソジジイやさ、アーティストや、まあ、芸能人でもないからさ、あなたに好かれる気なんかないの。そう、クソジジイの信者にも好かれる気なんかないの。だってさ、バンダナみたいに、まあ、嘘でもさ、嘘でもね、まあ、好感度を上げようとは、俺思わないから。まあ、クソジジイやバンダナとかさ、90年代のオワコンバンドみたいにさ。そう、俺正直者だからさ。ね、俺のことが嫌いとか見たくないやつは見なくていいの。ね、別にあなたに疲れる必要ないし。だって金振り込めないでしょ。そう、金振り込めなかったら、まあ別にどうでもいいわ。俺貧乏に興味ねえから。でもさ、毎回思うんだけど、こういうコメントってなんで書くの？俺さ、動画内では、ね、あなたのような障害者がやってくるから、取り上げてね、ね、説明してあげてんだけど、俺誰かの、まあ、Twitter のポストだったりさ、YouTube のコメント欄に書いたことないよ。なんだよ、このクソつまんねえ動画とかさ、そう、せっせとやめろよ、みたいな。この貧乏人が、みたいな。俺書いたことないからね、一度も。どういう神経してたら書こうと思うの？何こいつ、安そうなアパートだなって思えば、もう見なくてよくねみたいな。そう。意味がわかんないもん、こういうやつって。だから、病気なんだろうね。そう。で、あとね、これ、アイコンガンダムでしょ。俺、ガンダム知らねえんだわ。そう。ガンダムも、なんか種類あるんでしょ。俺、ガンダム世代じゃないから。そう。誰がどうとかさ、名前とかも知らねえから。なんか、シャアとかさ、ドムとかいるんでしょ。そう。俺、それぐらいしか全然わかんないの。はい、っていう感じになります。で、最後に言いたいのは、ね、またさ、もうしつこいように、ね、書いてきたら、もうめんどくさいから、俺これからブロックしていくよ。そう、もう障害者の相手数のさ、もう、どれも同じコメントなの。無職貧乏人扱い、再生数がどうのこうのみたいな。はい、お前は金になってないとかさ。俺そんなもんどうでもいいやと思って。そう。毎回同じで、面白くないや。面白くないし、金払えないでしょ。だから、次回から、まあ、このようなコメントが、もしね、あなたから届いたら、俺ブロックするからね。はい、以上になります。ね、
先生も大変ですよね。はい、こんな適当な動画なんですけど、記者会見ね、どうなんでしょうかね。まあクソつじいの信者もさ、この動画見てると思いますよ。だって俺今あげますもん。はい、今あげて、まあ今日中にはね上がると思うんで、まあちょっと楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。